緊急速報です。各局一斉放送でお送りしています。今 UFO の大群が飛来しています。人類初の緊急事態です、人類初の緊急事態です。映画ではありません。皆さん、これは映画では、これはライブ映像です。ライブ映像です。 UFO の大群が来ました。 UFO の大群です。 UFO UFO の大群です。繰り返します。 UFO の大群です。この映像は現実です。皆さん落ち着いてください。落ち着いて行動してください。今生物学と天文学に詳しい教授が到着しました。よろしくお願いします。お願いします。早速ですが教授、この事態は異星人が攻撃してくると見て良いのでしょうか。いや、まずは偵察でしょう。おそらく誰も乗ってないかと。そうですか。あ、何か出てきました。これはアリですか。ええ、巨大化したアリですね。まあ所詮アリですから、砂糖水でも与えておけばいいでしょう。あ、人が襲われています。緊急事態です。ただいま政府からの発表では、この謎の異星文明をイミグラントと呼称。巨大な昆虫は地球上の生物とは全く異なり、侵略生物と呼称するとのことです。呼び名はこの際どうでもいいでしょう。視聴者からも各地の映像が続々と届いています。今でかい昆虫がすごいことになってます。マジすげえっす。おお、すげえ。見てください皆さん。あ、やべ、こっち来そう。わっわっわー、やばいやばい、ほんとやばいよこれ。やばいよ、ほんと地面終わった。やば、逃げなきゃ。ほんと逃げないと。逃げるって、どこ。あれ、なに、トラトラ映ってる。これ撮ってる場合じゃねえだろこれ。だって俺 YouTuber だし。撮ってる場合じゃねえだろこれ。わっわっわー。皆さん、身の危険を感じたら直ちに逃げてください。まず外に出ないことです。こんな時引きこもっていれば安全、安全神話が崩壊します。あ、報道班から新たな映像が届きました。教授、これは一体カエルでしょうね。これだけ大きいとさぞかしオタマジャクシも二足歩行しているようですが、所詮カエルですから知能はありません。心配ご無用です。見る陰に隠れて応戦しています。知的生命体のようです。教授、我々は一体どうすれば。もう少し時間をかけて検証しないと。そんな猶予はありませんよ。視聴者の皆さん、祈りましょう。みんなで祈り。こちらレンジャー、現地に到着。作戦を開始する。何でしょう、この映像は。これは現在の映像ですか。お、応戦しています、応戦しています。今入った情報によりますと、彼らは全地球防衛機構軍 EDF のようです。おお、今映っているのはレンジャーです。特製歩兵部隊が応戦しています。なんと、これがあの EDF か。そしてこれはウイングダイバー部隊のようです。空から敵に攻撃を仕掛けています。おお、素晴らしい。そしてフェンサーでしょうか。二等装甲兵フェンサーです。重火器を操って応戦しています。人類の未来はこの EDF に託された模様です。彼らを信じましょう。 EDF! 視聴者の皆さん、人類はまだ希望を捨ててはいけません。教授、これは一体。これはロボットですね。おそらく遠隔操作で動いている。宇宙人です。これどう見たって宇宙人じゃないですか。こら、どこ行くんですか。教授、逃げるな。やっぱり和むな。このチャンネルは信頼できる。